あなたが見たその夢、もしかしたら願いがすぐそこに来ていることを知らせているのかもしれませんよ。はい、皆さんこんにちは、かんちゃん住職です。皆様には叶えたい夢や目標なんて何かお持ちでしょうかね。そしてこれまで心に抱いたその夢や目標を叶えてきたという方もおられれば、夢半ばで残念ながら叶えることができなかったという人もいらっしゃるかと思います。簡単にね、叶うような目標とか夢ならね、それは夢とか目標なんて言えないのかもしれませんけれども、まあいずれにいたしましても、自分が掲げた夢や目標を叶えるためには、そのための努力や日々の精進っていうのは欠かせませんよね。そんな努力の最中に夢を叶えたり、目標に到達している自分の姿を睡眠中の夢で見たなんてご経験ございませんでしょうかね。よく夢を見るなんて方はね、そうした経験をお持ちの方もいらっしゃっても不思議ではないでしょう。実は現実の世界で掲げた夢や目標を叶えているその姿を夢で見るようなことがあれば、あなたのその夢や目標がもうそろそろ叶えられるかもしれないという前兆サインでもあるとも言われております。つまり現実に願っていること、そのために努力している成果を夢で見ることがあると言われているんですよね。もし夢を見ることで自分の願いが叶う前兆が分かれば、最後のラストスパートもね、加速していきそうですよね。そこで今回は、願いが叶う前に見る夢は前兆サインであるというテーマでお話しさせていただこうと思っております。よかったらチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。またコメント欄や公式 LINE のメッセージをお待ち申し上げておりますね。あなたが見たその夢、もしかしたら願いがすぐそこに来ていることを知らせているのかもしれませんよ。それでは行ってみましょう。願いが叶う前に見る夢5選、1つ目は拝んでいる夢。現実でも夢を叶えるために神社仏閣へ参拝しては神様仏様に拝むことは多いかと思いますけれども、夢の中でもね、この拝んでいるような夢を見た場合は、その夢は吉夢であると言われております。縁起の良い夢としてね、古来より言い伝えられているとのことでございます。特に太陽を拝んでいる夢とかね、神仏様を拝んでいるような、そういった夢はかなりの吉夢だとも言われております。おまけに夢の中でも太陽の暖かさを感じたりとかね、神仏様から微笑みを返していただいたりした場合は、今現在あなたが努力していらっしゃるその道、歩んでるその道が正しいことの裏付けとしてね、受け止められたらよろしいかと思います。少しずつでも着実にね、その夢や願望に近づいていることを示してくださっている前兆サインであると言われております。また今後夢や目標を向かって歩を進める中で、遭遇するトラブルや困難を乗り越えていけますよといったね、あなたの背中をしっかりこう押してくださっている証としてのお告げでもあると思いますので、夢の中で感じられたご自分の感覚を大切になさっていただくことをお勧めいたします。また他にお月様を拝んでいるような夢は、その月がね、たとえ満月でなかったとしましても、願望実現の前兆サインの吉夢だともされておりますよ。願いが叶う前に見る夢5選、2つ目は白色が印象的な夢。世の中には夢占いというジャンルがあるんですけれども、その世界において夢で見たそのお色がね、願望実現に関してとっても重要なメッセージを秘めているとも言われております。例えば白色と言いますのは、これまでの努力が報われて、あなたの願い事がいよいよ叶う前兆サインだとされております。白色というのは真実とか純真とか誠実さなどを象徴する色とされております。夢で見た白色は、白は白でもね、本当に混じりっ気がなければないほど、自分の心の内に抱いていらっしゃるその願望以上の成果を得られる、そういった前兆サインである可能性大とされております。白ベースの夢を見られた時は、自分にとっての吉夢として受け止めましょうね。夢の中で見られた白色のものの中で白い鳥が登場したならば、金運上昇のサインで、あなたにとっての幸福とかね、有益な何かにつながる吉夢だとされていたりとか、あと鳥以外ですと白色の動物が夢に登場すれば、白色という意味で前兆サインとされていたりもいたします。中でも白い蛇とか白いフクロウの夢は、とっても縁起が良い吉夢として古来より信じられても来ております。あとちょっとね、これはあんまりね、嬉しくはない夢ではあるんですけれども、吉夢とされている一つの夢には、自分が白髪になった姿に登場する夢だと言われております。現実はね、黒髪で綺麗な髪をしていたとしましても、そんな人が夢の中では白髪姿に登場した場合、それは長年の夢が成就する暗示だったりですとかね、あるいは恋愛面であなたの思いが成就するポジティブな夢のお告げとされているそうでございます。目覚めた時にホッとするような夢なんですけれども、黒髪でね、でもこれもね、前兆サインのようですから、意識しておきたいところですよね。願いが叶う前に見る夢5選、3つ目は仏教に関する夢。
仏教に関する夢と申しますのは、例えばね、ご本尊様や仏様の前を自分が歩いている夢ですとか、あるいは神社仏閣を参拝しているような夢を見たときは、それもね、願い事が叶う前兆サインでございます。周囲への感謝や気遣いを大切になさって、これまで同様に努力を積み重ねていかれることで願望成就が叶うとされております。そもそも夢の中に神様、仏様が現れてくださるだけでね、もうありがたい気持ちになりますよね。目覚めた後のそのありがたみを大切になさって、感謝の日々を送りなさいよというエールとして受け止められたらいいですよね。自信を持ってその道を進んでいきましょうね。願望成就の鍵は前向きな心持ちです。仮にネガティブな気持ちを抱いている時に仏教に関する夢を見られた場合は、お近くのご縁あるお寺様への参拝をお勧めいたしますね。参拝することによって気持ちをポジティブに転換するようにいたしましょう。その気持ちが願望成就への鍵となるんですからね。願いが叶う前に見る夢5選、4つ目は動物が出てくる夢。動物に関する夢は恋愛にまつわる願い事が叶う前兆サインとされているようでございます。その中でもツバメが登場する夢を見られた時は、自分の理想通りの異性に会えるチャンスに近々恵まれますよというね、そういった暗示サインでもあるとされております。あと他にイルカとか白鳥の夢に至っては、厳しいと感じていたその恋愛に急展開が訪れるサインだそうでございますので、長年の片思いや復縁などを望んでいらっしゃる方にとってはね、これ吉夢だと言えそうですよね。またつがいの鳩が登場する夢、あるいは象が登場する夢もね、恋愛上手に結びつく前兆吉夢とされております。おまけにもう一つ、ユニコーンのような架空の動物が夢に現れた時は、思いがけなく素敵な出会いに恵まれる前兆吉夢と言われております。願いが叶う前に見る夢5選、5つ目は日常っぽい夢。何気ないね、普段の日常生活満載の夢を見られた時は、目覚めている時の現実世界であなたの夢や目標を叶えるためのそのパワーがもう十分に満ち溢れている証としてのね、吉夢である可能性大と言われております。自分自身のモチベーションも高まっている証拠ですので、願望実現まであと少しだと信じられてね、気持ちをそのままキープしたまま、より良いリズムで日々の生活を刻んでいきたいところですよね。夢占いでは商業施設などでエレベーターに自分がこう乗っておりましてね、そのエレベーターが上昇しているようなら、スピード感を持って夢実現に向けて突き進んでいらっしゃる証とされております。また新築工事などね、新たなものを築き上げているような夢が見られた場合は、現実世界で何かしらの人生の節目を迎えていらっしゃる証のメッセージとされております。例えば結婚、進学、引っ越しなどね、近い将来新しいことが始まる可能性も考えられるでしょう。ということでまとめ、願いが叶う前に見る夢5選、1つ目は拝んでいる夢、2つ目白色が印象的な夢、3つ目仏教に関する夢、4つ目動物が出てくる夢、5つ目日常っぽい夢、以上5つ夢で見る願望実現の前兆サインについてご紹介させていただきました。夢についてこのような言葉がございます。一切の憂の方、無限法要のごとし、梅雨のごとし、また雷のごとし、また格のごとし、感をなすべしと教えられております。この世の一切の事象は夢幻のようで、泡のようで、影のようだ、そして梅雨のようで、雷のようでもある。迷いの多い生活から目覚めるためにも、この世のすべてを夢と知れとね、つまりこの世のすべては夢幻のようなもの、すべての執着を離れた状態に心を置くとき、儚い夢を見ることもなく、惑わされることもなく、酔いしれることもない、そんな悟りの境地に至った仏様は、常に現実の世界でコツ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 自分のなすべきことを淡々とこなされる。つまるところ、その努力の積み重ねが自分の願望以上の夢へと到達させることができるということになるんだとも暗に教えられております。仏教ではよくあるものは夢を見るが、仏様は夢を見られないとされております。なるほどね、確かにね、夢や目標を抱くこと自体が欲望といえば欲望です。ただそんな欲望も拭いきれない私たちですし、もっと言えばそうした欲望を抱くからこそ、夢や目標といった尊いチャレンジができるものとも言えるでしょう。ならば自分の心の中に湧き起こる夢や目標を精一杯掲げて、そのゴールを目指してね、努力精進を繰り返す日々を過ごされる中で、夢や目標を叶え続けていこうではありませんか。そうした小さな夢や目標を叶えようとするチャレンジと達成を積み重ねる中で、いずれ仏様のようなね、無心の境地に至れるのかもしれません。
だとすればまずは自分なりに意義深い欲を持って一つ一つ叶えていこうではありませんか。ということで、私たちが夢の中にまで見てしまう自分の目標や願望ではあるんですけれども、二度とないこの人生においてね、自分の信じた道を信じたようにね歩める強さを身につけられて、日々の努力精進を怠らず行っていきたいものと思います。いずれ魂レベルが高まれば、仏様のように何事にも一喜一憂せず、夢を夢のままでは終わらせないといった鋼の心を身につけることも私たちにとって夢ではないでしょう。思いっきり今心の中に抱いていらっしゃるその夢や目標を全力で掲げられて、堂々と願望を実現していく私たちでありましょうね。ということで、今回の話は参考になったよと思われたそこのあなた、ぜひねチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。またコメント欄や公式 LINE のメッセージをお待ち申し上げております。それから発売まで1ヶ月を切りました、かんちゃん住職の初版本魂みやき開運、11月17日全国の書店あるいは Amazon で購入いただけます。ただいま Amazon では先行予約された方を対象に特典がついてまいります。ぜひこの機会をお見逃しがなくね、先行予約のほどお願い申し上げます。それではまた他の動画でお目にかかりましょう。かんちゃん住職でした。Thank you.